今泉さんの結果、講演、実際授業の内容をガチで裏でこするので、そのためのトレーニングだと思って頑張ってください。言っておきますが、すごい終わった後疲れますので、飲み物飲んだり、お菓子とか食べてても、今この場では私は怒りません。はい、ちょっと自己紹介します。私、グラフィットという新しい事業を、創出するときの、コンサルティングのお仕事をしています。で、こういった絵のお仕事をしていると、美大卒なんでしょとか言われるんですけど、私、ゴリゴリの文系で、大学は政治学の専攻をしていました。で、なんでグラフィックを毎回転にやった話なんですけど、ちょっと自己紹介させてください。私、世界史専攻だったんですね。で、世界史ってすごい複雑なので、絵と構造の整理をして、暗記がすごい苦手だったので、とにかくそれ人の名前とか、フィリップ4世とか、ボニファティウス何世とか、そういうのを書いて覚えていった、そういうところから受験勉強が入っていた節でした。で、大学になってからは、NGO で結構フィールドワークやってたんですけれど、例えばバングラディッシュで、ちょっとトイレを作るっていうとき、英語もそんな喋れないし、ましてや電話語なんて全然喋れない。で、コミュニケーションを取るのに、もう本当のマジすげえと思って、そういうときに絵を使って話しかけるとみんな寄ってきてくれたり、一緒に話が通じたりするので、そういった言語として使っていました。あと、大学卒業してからも、ウェブ制作会社や、あとオンライン旅行会社に勤めていたんですけれども、そういう中で、日本人や立場の違う旅行会社の人だったり、あと、そうですね、エンジニアだったり、日本人だったり、ベトナム人だったり、フィリピン人だったり、そういった人と一緒にものを作っていく中で、いろんな人の意見や状況を可視化して、問題解決をしていくためにグラフィックを使っていました。で、現在、グラグリットという会社で、新しい事業創出の現場を中心に、いろんなところでビジュアルを用いたファシリテーションを行っています。でちょっとグラグリットという会社の説明をすると、商品作りだったり、会社のビジョンを作ったり、組織を作っていく、さまざまなシーンで可視化っていうのが生かされているんですね。ちょっとこの辺飛ばしましょう。で、特に今企業で、こういった可視化っていうのがめっちゃ注目されています。なぜかっていうと、イノベーションとブランディングをしていく、イノベーションっていうのは人が気づかない本質を掘り起こして形にしていくこと。で、ブランディングは企業に提供する価値と顧客の人が出会う接点のいい形を作り出す。そういう時に戦略を考えるエンジンとしてグラフィックっていうのがすごく力を発揮するんですよ。見えないものを捉えられたり、関係性を理解したり、プロセスを共有したり。ちょっと座学あと5分ぐらいで終わります。で、じゃあ本当にどう使われてるねって話をします。例えば、先ほど古橋先生からもありましたけど、企業の研修として、さっき1人80万って言いましたけど、すいません、だいたい20人ぐらい、30人ぐらいの講座で、80万円ぐらいです。でも、そして、価格は公開しないでください。このバカに納めてください。もっと高い場合も普通にあるので。で、例えば、企業の中で、いろんな立場の人たちと仕事をしていくための、そういった会話の力を身につけるためだったり、あと、見えない思いを伝えたいとき。例えば、製薬会社さんかと患者会が一緒になって社会で、その疾患の啓発をしていきたいっていうときに使っていました。あと、新しい何かを作るとき、これ、山口にある梅光学院大学っていうところなんですけれども、新しい校舎を建築するときに、どういうふうに使いたいのかっていうような話を、絵を用いながらいろんな人たちと話していました。で、絵を使うといろんな人たちと一緒にものを考えていくことができる。で、この力が、実は今ないものを作り出す。これから、どん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 日本の経済で、皆さんが出ていくときに、今ないものを作っていかなきゃいけないシーンってすごく出てくると思うんですよ。そういうときに、絵を使ってコミュニケーションを取っていくっていうのは、皆さんもすごく大きい武器になると思います。ちょっと眠くなったので飛ばしましょう。で、今回のこのグラフィックレコーディングという技術で、絵やイラストを効果的に使って、話された内容を表現して理解を助ける技法です。
シリテーションに使ったりとか戦略に使ったりとかあるんですけど、今ちょっと飛ばします。というわけで早速やってみるにあたりまして、ちょっと3つほど大事な点を言っていきます。すいません、ちょっとお待ちください。1つ目、習うようになれろ。とにかくグラフィックレコーディングはスポーツと一緒なので、やればやるほど上手くなります。去年の古橋ゼミ の学生さんたちもすごく回を増すごとにめちゃくちゃプロでも顔負けじゃないっていうぐらい上手くなっていきました。別に個性を生かそう。色をどんどん使ったり自分なりの工夫をしていってください。であと隣の人のを真似たりとか、そういった技術の盗み合いもどんどんしていってください。次、体で書き体で理解せよ。でとにかくスポーツですので体で覚えていってください。頭でやっても絶対できません、無理です。なので今日はとにかく博士先生たちが今日何枚プラスして紙を置いていただきましたっけ。博士だけだと100枚以上になってます。足りなくない？はい、古橋先生髪が足りないよってちょっとわーってなるぐらい髪をちょっと使ってどんどんやっていきます。で、主にグラフィックレコーディングやるのにポイントが3つあります。情報を聞き取る、表現する、構造化する、この3つなんですけれど、今日はひとまずこれ全部総なめしていきたいと思います、短い時間で。というわけで、電気をつけてください。髪を補充しておきます。はい、はい、皆さん、まず黒いペンを一人一本、受け取りに来てほしいのか、あと、これ、カラーペンって、さっき発色セットって何人に1人ぐらいセットですか。2人に1セットあります。はい、じゃあ、はい、これを2人で1つ、あと黒いペン1人1本必ず持ってください。あとグレーも2人で1本持ってってください。じゃあとりあえず隣に座っている人と一緒にやりましょう。隣がいない人は1人で占領してもいいです。足りなかったらいい感じに分けてください。ロッキー発色セットにも黒入ってるので、ね、これとグレーか。